はい、こんにちは。それでは京都大学オンライン公開講義、立ち止まって考える、災害の環境史というテーマで始めたいと思います。60分を予定していますけれども、ちょっと質疑応答の時間、などちょっと最後の方20分程度取るという予定で進めていきたいと思います。それでは、はい、始めていきたいと思います。まずですね、私の自己紹介から始めていきたいと思います。はい、この授業を担当する、瀬戸口と言います。専門は化学史というものをやっていて、もともと生物学を勉強したんですが、その後、化学の歴史に関心を持って研究しています。で、化学史というのは、特に社会の中で科学技術がどのような役割を果たしているのかということを歴史的に研究していく学問 で、私はこれまで、主に日本を対象にして、環境に関わるような生物学の歴史を研究してきました。生態学の歴史であるとか、この授業でも一コマ使ってお話しする昆虫学の歴史とかですね、そういった環境に関わるような科学技術を研究してきたわけです。で、その中で、環境の歴史というものに関心を持つようになります。で、環境史というのは、この2、30年ぐらい、ちょっと遡ると1970年代ぐらいから登場してきた、比較的新しい学問で、人間と自然の関係について考えていくという歴史学です。で、一般に歴史といった時にですね、それまで、人間の歴史が語られてきました。つまり政治の歴史であるとか、社会の歴史、文化の歴史というような、人間の側の歴史学が研究されてきたんですけれども、環境史は、特に自然の側から歴史を捉え直していくという、そういった学問です。で、私は環境に関わるような科学技術の歴史を研究していく中で、これは人間の側からだけ見ていても、そのような、歴史は見えてこないと。で、自然の側からも、科学技術の歴史について考えていかないと、現在の、社会の中で、自然と人間がどのような関係にあるのかというのが見えてこないということで、環境史ということを、研究してきました。で、この講義では特に災害というものに注目していきたいと思います。災害について、環境史的な観点から、考えていって、現在の新型コロナウイルスについて、理解を深めていきたいと思います。ではまず、はい、まず最初にですね、この授業全体を通しての、問題設定というのを、お話しておきたいと思います。災害というのは何だろうかと。で、辞典を見るとですね、このように書いてあります。異常な自然現象や人為的な原因によって、人間の社会生活や人命に受ける被害のことを災害というように言います。で、つまりこれ前者の方、異常な自然現象の方は、自然災害を指していて、人為的原因の方は、事故であるとか火災であるとか、そのような、人間が作った人工物によって引き起こされる災害のことを言います。で、この授業ではまず、自然災害について考えていきたいと思っています。で、自然災害というと、人間が生活しているところにですね、外部から突然地震であるとか、津波であるとか、あるいは大嵐であるとか、そういった様々な災害が襲ってくることによって、人間が被害を被ると、そういったものだというふうなイメージがあると思います。つまり人間社会の外部からなんか自然がすごく異常な、日頃起こさないような、振る舞いを見せることによって、人間社会が非常に大きなダメージを受けると、それが災害であるというイメージがあるのではないかと思います。で、このような見方をちょっと捉え直してみたいと。で、災害観をちょっと考え直してみたいというのがこの授業の主眼です。で、この中に、コロナ禍というものを位置づけて考えていきたいと思います。
で、まあ、こういったテーマでお話しするよということをですね、ちょっと他の人にお話したときに、まあ、友人に話したときにですね、まあ、コロナっていうのは災害なのかなというような、まあ、そういったコメントもあったので、まあ、ちょっと簡単にお話しておきたいんですけれども、まあ、確かにですね、災害といったときには、まあ、一般には、気象災害であるとか地震であるとか、まあ、そういった、まあ、自然災害というのがあってですね、まあ、その中に病気を入れないことが、しばしばあります。まあ、時にはですね、まあ、疫病とか、流行病も天災の中に入ってくるわけですけれども、まあ、ちょっと違うようなイメージもあるかもしれません。まあ、その一方で、まあ、今回コロナ禍がすごく問題になった時にですね、まあ、これは外部からの襲来なんだと、まあ、そういったことがしばしば、語られました。つまり、例えばですね、コロナと戦わなければいけないというようなことをですね、まあ、多くの政治家たちが、非常に強く、まあ、社会に向けて発信していく、つまり外から来た敵としてのコロナと戦っていかなければいけないというような、まあ、そういった発言があったりですね、あるいは外から持ち込まれる、まあ、病気としてのコロナと戦わなければいけないと、まあ、そういった、非常に強いメッセージが発せられてきました。まあ、つまりコロナ禍においてもやはり人間社会の外部からもたらされる、まあ、何らかの災害なんだ、何らかの災厄なんだと、まあ、そういったイメージはあると思います。で、まあ、それをちょっと考え直してみて、まあ、様々な災害と比較することによって、まあ、現在のコロナ禍の位置づけを考え直してみたいというのが、まあ、この授業の主眼です。はい。で、まあ、その上でですね、まあ、どういった視点でこの授業を話していくのかということを、まあ、最初に、確認しておきたいと思います。まあ、環境史というのは人間と自然の関係について考えていく学問なんですけれども、まあ、特にこの授業では科学技術について注目していきたいと思います。なぜかというと、特に科学技術がですね、つまり人間が作り出すものこそが、まあ、現在の私たち人間と自然との関係を作り上げているというふうに考えるからです。で、特にコロナ禍の場合にはそういったところが大きくて、まあ、人間が作り上げた科学技術が、まあ、現在のコロナ禍というものを理解する上ですごく重要な役割を果たしています。で、まあ、その上 で考えていきたいのは、災害とは何だろうかということです。特に自然災害とは何だろうかと。で、それは自然から、突然やってくるような襲来なんだろうかと、そうではないんじゃないかということを考えていきたいと思います。で、まあ、このような問い直しを通じて、まあ、私たちが今生きているこの世界とは何かということを、まあ、ちょっと違う視点から考えていくような、ものの見方というものを提示していきたいと思います。まあ、人文学というのはですね、まあ、直接的な回答、つまりこれから何をやっていくべきかとか、まあ、どのような対策がコロナに対して必要かというようなですね、まあ、直接的な答えを与えるものではありませんけれども、まあ、私たちが今置かれている状況の位置づけであるとか、今置かれている世界がどういうものかということをちょっと別の視点から見せつけることによって、まあ世界の見方をちょっと変えるという、まあそういった役割があると思いますので、まあそのようなものの見方というものを、まあ皆さんに歴史的な事例を通じて提示していきたいというふうに思っています。で、まあ、5回にわたってお話していきますけれども、まあ、今日はその最初の第1回としてですね、まあ、現在、社会を非常に騒がしているコロナ禍というものについて、理解していきたいと、これは何なんだろうかということを、まあ、歴史を捉え直すことによって考えていきたいというのが、まあ、今日の授業の主眼です。まあ、3つの、
まあ、セクションでお話を進めていきたいと思いますけれども、まず最初にコロナ禍の衝撃ということでちょっと振り返って、何だったんだろうということを見た上で、まあ、それをもうちょっと深めてみて、歴史的な視点から2つのトピックスについて、人と環境史の環境症、あ、感染症の、環境史という視点から、まず見てですね、その後、科学技術社会の中での災害の在り方という視点で、見ていきたいと思います。はい、それでは実際のお話に入っていきましょう。まずですね、この数ヶ月起こったことをですね振り返って、まあ、本当にこの 2,3 ヶ月は劇的な変化だったので、つい3ヶ月前のことでもですねもう全然違う世界のように見えてしまうと思います。まあ、それをちょっと振り返って考えてみましょう。で、私自身がどういうふうに経験したのかという話もちょっと入れていくので、まあ、皆さんも、まあ、これ、1月2月どういうふうに、経験したのかということを思い出しながら、振り返っていただきたいと思います。で、まず、この新型コロナという病気がですね、まあ、中国で最初に発見されたのが、まあ、12月のことです。で、まあ、これ1月になると、まあ、ニュースになるような状況で、まあ、私も、まあ、1月半ばぐらいに、まあ、他の人たちと話題にしましたけれども、まあ、まだ全然他人事でした。まあ、この時点では、これがこのような事態にまでなるとはちょっと、その時点では考えてもいなかったというのがほとんどの人の想定だったと思います。で、まあ、1月の末にはですね、まあ、すでに武漢で封鎖をし始めて、まあ、中国全土に、まあ、その時ちょうど旧正月でしたから、広がっていきます。で、まあ、それぞれの地域で封鎖をしたり、あるいは、緊急病棟をですね、臨時的に作ったりして対応しているというような状況が、まあ、日本でも報道されていました。で、まあ、この段階ではまだ中国ではなかなかすごい対策を取るなと、全ての地域を封鎖したりですね、人の移動を制限したりですね、まあ、そういったすごい対策を取っているなと、まあ、そういった印象だったわけです。まあ、それが2月3月になると、世界中の全ての地域に波及していきます。まあ、2月になるとですね、まあ、日本でも患者数が増え始めたことによって小中高が休校になります。で、爆発的な、流行というのがヨーロッパの方で3月に入ると、起こり始めて、まあ、最初に起こったのがイタリアでした。で、まあ、ヨーロッパで広がり始めると、まあ、すぐにアメリカでも、患者数が増え始めて、国家非常事態宣言というものが出されます。で、まあ、日本では、まあ、その時点ではまだ徐々に患者が増え始めた段階でしたけれども、まあ、ヨーロッパやアメリカと同じような状況が起こることが想定されたので、まあ、自粛を要請したり、あるいは、移動を制限すると、まあ、そういった対策を取るために新型インフルエンザ特措法が改正されます。で、まあ、実際にまあ、それが運用されるようになったのが4月初めからで、まあ、この時期にはですね、まあ、皆さん、自宅で待機とかですね、まあ、授業に出ることができないと、まあ、そういった状況が、あってですね、まあ、日頃とは全然違うような非日常の生活を送らざるを得ないという状況だったと思います。で、まあ、そういった状況が約2ヶ月続いています。で、まあ、その後まあ、徐々に世界中で緩和されていっていますけれども、まあ、再びちょっと増え始めているというのが、現在の状況だろうと思います。はい、まあ、この状況を、まあ、2つにまとめてしまうと、まあ、やっぱり驚くべきだったのは、まあ、1つはパンデミックが引き起こされたということですね。で、もう1つは、ほとんどの国で行動制限が、導入されたと。で、最初はこれ中国だからできる政策だろうなというふうに私は思ったわけですけれども、似たような
対策をほとんどの国で取らざるを得ないという状況になってしまった。まあ、ロックダウンというようなですね、まあ、非常に強い対策が取られるようになった。で、まあ、この2つが、まあ、今回のコロナ禍の非常に驚くべき状況だったんだろうと思います。で、まあ、ただ歴史的に見るとですね、パンデミックは非常に歴史的にですね、何度も繰り返されてきたものなので、まあ、それほど新しいものではありません。まあ、同時に都市封鎖やロックダウンというものも、まあ、中世のヨーロッパなどで行われていました。まあ、ですから長い歴史から見るとこういうふうに病気に人間社会が翻弄されるということはしばしばあったんだろうと思います。まあ、その一方で今回非常に新しい部分も一つあります。まあ、それをちょっと明らかにしていこうというのが、まあ、今日の授業の主眼です。で、それでは具体的に2つの視点から歴史を見てみましょう。まず1つ目のこのパンデミックの部分について最初に見ていきます。で、2つ目の行動制限とかロックダウンについてはその後の科学技術に関する部分で見ていきたいと思います。はい、まあ、時々こういう背景が黄色のスライドが入りますが、まあ、これはちょっと目次のスライドで今ここら辺話してるよという、まあ、そういうものです。まず今一つ目のコロナ禍をちょっと振り返るというところを終わりましたので、じゃあちょっと具体的に、まあ、歴史を深めて、まあ、どういうふうに、現在のコロナ禍が位置づけられるのかということを見ていきたいと思います。で、まずは、まあ、一つ目のポイントとして非常に長い、人と感染症の間の関係の歴史、つまり環境史から、まあ、現在のコロナ禍を考え直してみようというのを、見ていきます。はい、まあ、感染症というのはですね、まあ、主に微生物によって引き起こされます。まあ、寄生虫などもありますけれども、まあ、大部分の感染症は細菌であるとかウイルスであるとかそういった目に見えない小さな微生物によって引き起こされます。ただこれらの生物は、生命の歴史から見ると、あらゆる生命と一緒に共存してきた生物です。で、現在も私たちの体の中にもう膨大な量の細菌が生きていますし、あるいは遺伝子の中にウイルス由来の遺伝子というのは非常にたくさんあります。ですから、まあ、細菌もウイルスも私たちと共に存在してきた生物です。まあ、けれども進化の歴史のどこかの段階で、まあ、それが病原性を持つようになります。つまり私たちに悪さをするようになるわけですね。まあ、それがそういった微生物が生活している、その他の生物ですね、例えば人、まあ、人の細胞の上で、そういった微生物が生きることによって宿主が死んでしまうということが引き起こされます。で、まあ、これは実は宿主の生活形態と非常に深く関わっていて、非常に大きな集団を作るときに初めて微生物は病原性を持つようになるわけです。まあ、つまり次の人に移る前に宿主を死なせてしまうとそういったウイルスや細菌は集団の中に定着することはできません。つまり非常に宿主がつまり人の集団がですね十分に大きくなると、その感染した人を病気にして、場合によっては死に至らしめてしまってもですね、その前に次の人に移してしまえばいいので、まあ、その集団の中で微生物が次から次へと生き延びることができるようになります。で、つまりですね、群れを作らない生物にとっては病気はほとんど問題にならないということになります。で、人は群れを作る生物です。で、さらに非常に大きな集団を作っていきます。で、歴史的に見るとですね、まあ、そのような大きな集団を作るようになったのは農耕を開始してからです。まあ、定住農耕を始めることによって人々は共同で生活をして、まあ、それで共同で働いて農業を行って、で、自分たちの生活空間というものを広げてきたわけです。その中で、まあ、人間の集団の規模も非常に大きくなっていったわけです。まあ、それとともに人の集団の中でまあ、飼育されている病原体も非常に増えてきます。で、さらに人はですね非常に成功した生物です。
まあ、動物の中でもこれほど成功した生物というのはあまりいないと。地球上のほとんどの大陸に分布を広げています。まあ、南極以外のですね、全ての大陸に分布を広げていると。で、まあ、それが大体1万年ぐらい前ですね。南北アメリカ大陸まで分布を広げて、まあ、アフリカに起源があると言われている、人ですけれども、非常に広範囲に、生活するようになります。で、まあ、しかしですね、それでもそれぞれの地域に分散的に生活しているときには病気はそれほど深刻にはなりませんでした。集団間の交易が始まることによって、まあ、それまで島、ほとんど島上に分かれていたような、人の集団というのが非常に大きなうねりを持って交流するようになります。で、すると地球全体で感染が広がってしまうような病気というものが登場してくるわけです。で、まあ、その代表例がペストですね。で、ペストはユーラシア大陸全域で流行していきます。で、その起源については現在諸説あるようですけれども、まあ、中国からヨーロッパまで、まあ、東から西までですね、全域で流行していきます。で、これはあの人の流れがあったからです。で、まあ、特に非常に大きな、ダメージを与えたのがですね、中世ヨーロッパの大流行です。まあ、この時点ではですね、病原体が何かとか、感染症というのは人から人へと移っていくということも知られていなかったわけですけれども、まあ、それでも、まあ、何らかの意味でこれはあの感染するあのもちろん微生物みたいなのは知られていなかったけれども、隔離が必要な病気だということが認識されるようになります。で、まあ、そこで始まったのが、まあ、患者を隔離していく。で、船で移動してきた人たちは14日間隔離するとかですね、まあ、検疫と呼ばれるような制度というものが登場してきます。あるいは劇場を封鎖して、劇場を閉鎖してですね、人の集まりを避けていくと。あるいはロックダウンですね、まあ、今回行われていたものよりももっと強いものとして、人の、都市からの行き来を、都市から出たり入ったりすると、まあ、そういったものをあの全面的に停止していくというような対応が取られていきます。で、まあ、今回ですね、あのヨーロッパの都市などでロックダウンが行われて、まあ、私はこれペストの時とすごく似てるなと思ったんですが、まあ、調べていくとですね、まあ、全然違うものだというふうに思います。まあ、それについてはあの後半お話していきますけれども、現在のロックダウンは全く別です。全く別のところから出てきているというふうに思います。で、まあ、その前にちょっと、まあ、環境史の話を続けていきましょう。で、まあ、こういうふうにですね、パンデミック、まあ、ペストもあるし、まあ、19世紀にはコレラなどもありますけれども、まあ、1970年代以降また新しいタイプのパンデミックが登場してきます。で、まあ、それらは、まあ、新興感染症と呼ばれるものです。まあ、例えば HIV、エイズであるとか、まあ、エボラ出血熱、まあ、鳥インフルエンザ、あるいはコロナウイルスが引き起こすものとしては SARS とか MERS とか、まあ、そういったものが、新興感染症に数えられます。で、まあ、ここでのポイントはですね、一つは、まあ、これらの病気は野生生物由来であるということです。で、それぞれの病原体はですね、それぞれの微生物は宿主と一対一関係の適応関係を持っていて、長い、進化の歴史を経ると割とマイルドになってきます。どん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 殺してしまうような病原体というのはあまり進化的に良くないので、適応していないので、まあ、適応していくと、まあ、割とマイルドになっていきます。まあ、けれども他の生物から別の生物へ宿主が変化していくと、まあ、そこでは非常に大きなダメージを与えていきます。まあ、ですから人の歴史でいうとですね、動物を家畜化していくときにはたくさんの病原体をそこでもらっているわけですね。動物由来の病原体というものは今人が持っている病気の中にも非常にたくさんあって、まあ、それは農業の歴史と同じぐらい古い、まあ、家畜を、まあ、野生動物を家畜として、私たちの身近に、飼育していくということが、私たちの病気のプールを作っていきます。
で、まあ、そういったことは、まあ、ずっと現在でも続いていてですね、野生生物と非常に近いところで生活している人のところでは、まあ、どん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 感染していくわけですね。まあ、けれども、まあ、それは必ずしも非常に広範囲には広がるものではなかった。まあ、それを非常にパンデミックに広げてしまっているのが、まあ、現在の交通網です。まあ、特に飛行機による大陸間移動というものがあるので、まあ、これはあの電波の速度と距離を飛躍的に伸ばしてしまっているわけですね。となると、まあ、それまであの先ほどの島から流れへ変わっていったという、そういった延長線上で言えばですね、地球全体が一つの都市になったようなものです。一つ一つの非常に大きな集団になってしまったようなもので、まあ、これはあの感染症のリスクというものを非常に高くしてしまうわけですね。で、まあ、新型コロナウイルスの場合もこの中にまさに位置づけられます。まあ、コウモリ由来の、新しい感染症であるということですね。で、まあ、同時に、まあ、これはあの進化的にはですね、非常にすごくパンデミックになりやすい病原性を持っていた、病原体だと思います。まあ、同じコロナウイルス由来の、病気でもですね、まあ、SARS であるとか MERS などは、まあ、もちろん非常に広がってしまったんですけれども、まあ、それほど、まあ、現在のように、まあ、広範囲に広がって、たくさんの人があの罹患するということはなかったわけです。で、まあ、これは SARS や MERS の場合には非常に重篤化してしまうからですね、非常に重い症状を呈してしまって、死亡率もずっと高いわけですね。まあ、ですから次の人に移る前に、死んでしまうと、宿主が死んでしまう。まあ、だからなかなか広まりにくい性質を持っているわけですけれども、現在のコロナウイルスの場合には、軽症者が非常にたくさんいると、あるいはあの無症状の人がたくさんいると、まあ、それが非常に広げる要因になっています。これはちょっとパラドックスのように聞こえるかもしれませんけれども、病原性がまあいい具合に強いということですね、中ぐらいに弱いということが非常に大きなパンデミックにつながっている要因になっています。で、まあ、このようなですね、新興感染症の一つの、モデルというか、まあ、歴史的に見るとですね、非常に大きな事例としてしばしば取り上げられるのが、100年前に引き起こされたスペインインフルエンザというものです。で、まあ、これは今度のコロナでですね、だいぶ話題になりましたから、皆さんも聞いたことあると思いますけれども、まあ、1918年から翌年にわたって、少なくとも2度にわたって世界中で流行した、インフルエンザウイルスです。で、まあ、そのきっかけになったのは第一次世界大戦で、まあ、もちろん当時は船で移動しますけれども、まあ、それまでなかったような人の大移動が起こったことによって、世界中で大きな影響を引き起こしたというものです。で、まあ、これをですね、いろんな歴史的な資料を見てみると、まあ、現在とすごく似ているところがたくさんあるということがわかります。100年前というのは近代社会なわけですね。まあ、ですから、まあ、電車に乗ってる人たちにですね、マスクをしなさいというような、まあ、そういった呼びかけがなされたり、まあ、うがいをして感染を防ぎなさいとかですね、あるいは現在と全く同じ熱を測って37.5度だったら、外に出ちゃダメだよとかですね、まあ、そういったことが当時の資料を見ると、分かってきます。で、まあ、特にですね、まあ、このインフルエンザは多分詳細な統計が取られた最初のパンデミックで、この1922年に出た流行性感冒という政府の報告書があります。で、これを見ると非常に詳細な統計が取られていて、どの府県でどれだけ患者が出ているのかということが記録に残されています。で、それに基づいて、まあ、現在歴史研究をやることができるわけですね。歴史人口学という分野があって、その当時の人口状況をですね、復元する研究が行われています。で、まあ、この統計をもとにしてですね、ちょっと補正をしなければいけないと、まあ、この統計に全ての患者が引っかかっているわけではないので、まあ、その他の死亡者数などの、統計を加えて、加味するとですね、まあ、日本内地では45万人の死者が出たということが試算されています。で、まあ、これは人口の、
0.8% 程度ですね。まあ、ですからこれは非常に大きな災害ですね。非常にたくさんの人が死亡した災害であるということがわかります。で、まあ、これが新型コロナと非常によく似ているし、まあ、現在の状況を考える上で、これをもう一度掘り起こして考えてみることは重要だよということはいろんな人によってもすでに言われています。まあ、ただ、新しい部分があると、全然違う部分もあるんだということを私は強調したいと思います。まあ、この100年前のパンデミックと現在のパンデミックの違いというものも非常にたくさんあって、まあ、その一つはですね、これです。まあ、一つの事例から始めましょう。で、まあ、これ、京大の例ですけれども、100年前も休校しています。まあ、これは朝日新聞の記事から、引っ張ってきましたけれども、まあ、こういうふうに言っていると。まあ、流行性感冒症結のため、京都大学教授学生の同病にかかる者をおびただしく、まあ、荒木総長が、まあ、5日から向こう1週間、すべての大学、帝大内のすべての学部をですね、まあ、一斉に休校することを命じたということが報告されています。で、まあ、病気が原因ですね。で、原因で、まあ、大学が一斉に休校したと。で、まあ、今の京大の状況とすごく似ているように思うんですけれども、全然違うなというところに注目してください。歴史資料を見るときはですね、違うところが割と引っかかってくるんですね。一つは、これですね。京大、教授学生が、流行性感冒にかかるものをおびただしいと。で、今、京大からコロナの患者というのはほとんど、一人でしたかね。まあ、まあ、ほとんど出ていません。まあ、けれども、まあ、このスペイン風邪の時には、もう非常にたくさんの人がかかりまくっていると。で、休校にしたのは1週間というふうに書いていますね。長さも全然違います。まあ、つまり、まあ、大学休校にしたのは、流行が進んでからわずか、流行が進んでから初めてやったということがわかります。で、まあ、これは当時の、ほとんどの学校がそうで、閉鎖した学校は非常にたくさんあったんですけれども、まあ、欠席者がすごく増加して、やむなく閉鎖しているところが多かったというふうに、まあ、この報告書では、出ています。まあ、つまり、このスペイン風邪の段階では、感染症が外からわーっと人間集団を襲ってきて、で、ものすごくたくさんの患者が出て、で、右往左往して、社会の一部が停止せざるを得なかった。つまり学校を閉鎖したり、劇場を閉鎖したりせざるを得なかった。まあ、そういった状況が見えてくるわけです。で、それに対して現在の状況は全然違うという話を最後にします。まあ、それは科学技術があることによって、まあ、現在の状況は全然、これまでのパンデミックとは違った状況が、見えてくるというところがあります。で、まあ、それはですね、まあ、一つの要素は常にリアルタイムでモニタリングが行われているということです。私たちは数に毎日一喜一憂しています。まあ、東京でどれだけの患者が出たと。まあ、大阪とか京都でまあ何人の患者が出たと。まあ、毎日報道されています。で、まあ、それはイタリアでもそうだったということが、まあ、コロナの時代の僕らという、まあ、これ数学者が書いたですね、まあ、素粒子物理学の研究者が書いたエッセイでも言われていて、まあ、感染者数が2000人を超えたら、僕は自主的に隔離したいというようなことを言っています。まあ、常に、数字が私たちの心の中にあるということです。で、まあ、それはリアルタイムズで患者数を可視化するテクノロジーが登場したことによって可能になったわけです。それは PCR 検査というですね、まあ、この数十年で出てきた技術によってそれが可能になっています。で、そういったリアルタイムのモニタリングというのが一つですけれども、まあ、もう一つさらに重要なのは、まあ、それをもとにシミュレーションが行われているということです。つまり、患者数の予測が行われているということです。で、それが非常に強く私たちに印象づけられたのは、まあ、イギリスの政策転換でした。まあ、イギリスは3月初めの段階までは、強いロックダウンであるとか強い制限措置は取らないというふうに明言していて、集団免疫を前提にした緩和策を取っていくんだということを言っていました。で、まあ、それは突然3月16日から外出制限を強くしていくということを、転換していきます。
で、そのきっかけになったのがシミュレーションです。それは数理モデルに基づくシミュレーション。それを行ったのがインペリアルカレッジという大学の、数理モデリングのチームでした。で、まあ、その報告書が3月16日に出ているんですが、まあ、そこでは何も対策を取らなかったら51万人がイギリスでは死ぬだろうというシミュレーションが行われました。で、この数値自体は非常に驚くべきことですけれども、まあ、もっと重要なことはですね、このシミュレーションがかなり緻密に行われているということです。かなり緻密に予測して、まあ、その上でロックダウンしか選択肢がないということを非常に強く印象付けたということがあります。で、まあ、この報告書をちょっともうちょっと、中身を突っ込んで見てみると、まあ、この中ではですね、感染症に対しては2つのやり方があるんだということが明言されています。まあ、1つは感染の、感染を抑制していく、抑圧していくというやり方で、再生産数 R というですね、一人の人が次の人に移す数を1以下にしていくと。まあ、すると、どん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 収束していくから、最終的に感染は理想的にはゼロになるはずだと。で、そのためには、人と会うということを制限するしかないので、まあ、ロックダウンなどの非常に強い対策を取らなければいけないと。で、まあ、もう一つは、まあ、影響を軽減するために、感染者が突然バーッと増えるのではなくて、まあ、徐々に増えていくために、まあ、そのピークをですね、なるべく減らしていくために、まあ、休校して、人の出会いを少なくするとか、まあ、患者を隔離して、会う機会を少なくすると、まあ、そういった、まあ、ここでは 5個か6個ぐらいのですね、可能性が選択されてシミュレーションが行われます。まあ、するといずれの場合もですね、医療システムを破壊するということが分かりました。病床数など大幅に超過してしまうので、どのような対策をとっても緩和策では、医療が破壊されるということが予測されました。で、結果として抑圧、ロックダウンしかないということをこの報告書では提言しているわけです。で、大事なことはですね、彼らがこれは新しいということを明言していることですね。1918年のイギリス、アメリカの一部の都市であるとか、57年、68年、まあ、これはインフルエンザの大流行がありました。まあ、2009年には新型インフルエンザというものが登場しました。まあ、その時に一般的に世界で取られた戦略に近いのが緩和策で、それではダメだと、それでは医療システムが崩壊すると。まあ、そういったことが分かったから、ロックダウンしかないというふうに、まあ、彼らは、まあ、結論付けたわけですね。つまりロックダウンというのは数理モデルに基づく新しい科学技術であって、中世の都市封鎖とは全然別のところから出ています。で、まあ、これが同じものがですね、まあ、日本でも適用されました。8割おじさんという人が、すごく、有名になりましたが、まあ、北大の西浦さんというですね、まあ、これは疫学の専門家で、まあ、来月から京大に来るというニュースが出ていましたけれども、まあ、彼がですね、政府に非常に強い影響を与えたわけですね。で、まあ、あらゆる策が取られ、行動を制限しなければいけないわけですけれども、まあ、8割減らすことによって、まあ、65% でも、感染は収束していくわけですけれども、8割減らした方が1ヶ月程度で、まあ、100人以下に減っていくだろうと、まあ、そういった提言をしていきます。で、まあ、これが実際に運用されたということです。で、まあ、こうしてみるとコロナ禍という災害はですね、全然新しい次元のものが入っているということが分かります。突然外部から襲われるものではなくて、まあ、シミュレーションがその災害の中に組み込まれているわけです。まあ、現実から常にデータが取られている。リアルタイムでデータが取られると。で、まあ、それが数理モデルの中に投げ込まれて、次の段階の感染者数というものが予測されると。で、まあ、それが再び現実の中に未来の災害のあり方として投げ込まれていると。で、それに従って我々は行動しなければいけないということが、まあ、これは選択肢がないこととして、突きつけられるわけです。で、まあ、こういうサイクルがぐる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 うまく回っているときには、まあ、流行が爆発的に進むことなく、コントロールされているような状況だと
いうことが言えます。で、まあ、それに対して、再生産数が1を超えるときには、感染者数は指数関数的に増加します。で、まあ、それが全くコントロールできないような状態、つまりこの入力が全く追いつかない、で次の段階の策も取ることができないと、まあ、そういった状況になったとき、私たちの社会は外から襲来する感染症に襲われているという状況になるわけです。で、まあ、それがオーバーシュートと呼ばれる状況です。はい。で、で、ちょっと時間が押しているので、いいですか。まあ、早めに話を進めていきたいと思いますけれども、今回ですね、これは非常に実は新しいことなんです。感染症伝播の数理モデルというのは、20世紀初めに有名なものではロナルド・ロスというですね、医者が出したマラリア伝播のモデルなどがあって、非常に古いものです。で、まあ、私もですね、20年ぐらい前に理学部で数理生物学の授業を受けた時には伝染病の数理モデルというのは必ず教科書に載っていました。ですから全然新しいものではないわけですけれども、まあ、実際に運用されたというのはほとんどないわけです。数少ない例が2001年に、口蹄疫という家畜の病気が流行した時に、導入されました。イギリスでですね。で、まあ、その時は、まあ、終わった後にですね、こういったこういうスリーモデルに基づいて行動してよかったんだろうか、政策を決めてよかったんだろうかということが非常に大きな論争になっていきます。まあ、ですからこれ新しくてまだ不確実な技術であることは間違いないわけです。まあ、けれども今回、コロナについてはほとんど全ての国でこのモデルに基づいて、政策を決めていっていると。で、まあ、これはなぜかということは、まあ、これから歴史的な検証がなされなければならないと思いますけれども、まあ、いくつかの理由があると思います。少なくとも科学的な理由としては、まあ、これが割と現場に応用しやすいということがあるんだろうと思います。まあ、今回のコロナの場合には PCR でリアルタイムでモニタリングが行われているので、まあ、常に入力がされていると、不完全な形ではありますけれども、まあ、常に感染状況というものがある程度把握できるということですね。であとモデルもですね、基本的には人から人へと伝播していくものなので、まあ、それほど複雑なものではない、別の要素を入れる必要がないということがあるんだろうと思います。で、それを実際に人の社会に出力していって、その、モデルの妥当性というものを、適宜ですね、検証していくことができる。で、現実とモデルが割とうまくマッチングしていくと。数理モデルというとしばしば全然現実から離れたようなモデルを作ってですね、でその中で理論的な研究をやっていくということもあるんですけれども、この場合には割とうまくマッチングがなされて、まあ、それで現場に適用しやすかったんだろうということがあります。まあ、ともあれこれは非常に新しいことなので、これは社会実験をやっているんだということが言えます。で、これと似たようなものとしてはですね、我々の社会の中では非常に成熟しているものとしては気象予報がありますね。これからどれくらいの大きな災害が起こるかということが人々の間に常にフィードバックが行われていると。それと非常に似たようなことを感染症に対して初めて行っているというのが現在のコロナウイルスです。はい。まあ、こういった、ところで、2つの視点から見てきました。大きな環境の歴史と、もう一つは科学技術の歴史から現在のコロナ禍の在り方というものを考え直していこうと。で、まあ、歴史的な事例をもとに何が新しいのかということを考え直してきました。で、まあ、最初にお見せしたようにですね、コロナというのは外の自然から突然私たちが受けている来襲なんだと、まあ、そういうイメージをちょっと乗り越えていきたいというのがこの授業の主眼です。で、そこから見えてきたことは、私たちは常に自然から襲われているわけではなくて、私たち自身も自然の中で生きているということです。で、さらに病気の場合には、自然の中で私たちが
大きな非常に大きな位置を占めるようになってきていると、人の集団が非常に大きくなってきて、飛行機で移動したりというようなですね、人工の空間が拡大してきたことによって、まあ、病原体が誕生して、さらに新興感染症というものが生まれていると。つまり人間社会の在り方が私たちの、中でですね、病気という感染症という新しい事態を生み出しているんだよということを見てきました。でさらにもう一つ今回新しいことがあって、まあ、それがやはり科学技術が新しいということです。まあ、人間社会がモニタリングされているわけですね。実際には全てが PCR 検査されているわけではないので、まあ、これほど緻密にはモニタリングされていませんけれども、まあ、少なくとも移動データですね、人間の移動とか人口みたいなものは、まあ、すごくよくモニタリングされていて、まあ、どれくらい新宿での人出が多いかというようなことがすぐに分かってしまうと。でそういったモニタリングがまたシミュレーションに、回帰的に導入されていると、まあ、私たちの社会常に監視されているわけです。でそれをもとにシミュレーションが行われて、未来が私たちの現在の中に組み込まれてしまっていると。で、まあ、それが現在のコロナ禍の在り方なんだろうと思います。つまり、まあ、コロナ禍においての、まあ、現在の災害というのは、まあ、自然の中の人間の在り方というものが、作り上げている側面があるんだよということが一つと、もう一つは科学技術によって、まあ、災害の在り方がこれまでの災害とはもう根本的に変わってきていると。まあ、外から襲われるわけではなくて、まあ、常にモニタリングして未来を予測しながら、災害と付き合っているのが私たちの社会なんだと。まあ、そういった災害像というものを、まあ、今日の授業ではお見せしてきました。はい、さて、まあ、こういったお話をこれからもやっていきたいと思いますけれども、まあ、今回の話は病気という災害なので、まあ、その他の自然災害とはちょっと違うのではないかというふうに、思われた方もいるのではないかと思います。まあ、そこでいろいろな災害について、まあ、次回から、まあ、一つ一つ事例を見ていきたいと思います。まあ、次回は 3.11 の話をしていきます。基本的に1回1テーマで、切り離したお話をしていきますので、まあ、1回どこか、興味のあるところだけ出ていただいても構いません。で、まあ、その上で最後第5回、全体をまとめるような、この授業から見えてくる災害とは何か、この授業から見えてくる私たちが生きるこの世界とは何か、まあ、そういった話をしていきたいと思います。はい、それでは以上で私の第1回の授業を終えたいと思います。どうもありがとうございました。じゃあまず、Zoom で参加されている皆さん、もし質問とかコメントとかありましたら受け付けたいと思います。
ですね、はい、それでは、すべての質問にはちょっと答えられないと思いますけど、ちょっと、全体に関わるような質問から順番に答えていきたいと思います。ですね、まず今回スリモデルが導入されたというお話ですけれども、まずなぜ今回スリモデル中心で政策が決められているのかということですね。これは実はよくわからないわけですけれども、これは要因がいろいろあると思います。最後に出たのがインペリアルカレッジの報告なわけですけれども、まあ、これは最後の一押しに過ぎなくて、まあ、それ以前からさまざまな伏線があって、まあ、このような対策が取られたんだろうと思います。で、一つはですね、もう一つはですね、感染症の歴史研究からのフィードバックも、この20年間多くなったということもあるようです。まあ、このロックダウンのような政策はあり得るんだということが、言われるようになったのが、この20年ぐらいのようですけれども、まあ、その出発点にですね、まあ、つまり2000年代前半に、この100年前のスペイン風邪の流行の歴史的な掘り起こしというものが、始まっています。で、まあ、この、ブッシュ政権、当時のブッシュ政権などが、すごく、インフルエンザ、スペイン風邪に、関心を持って、まあ、歴史家と、現在の公衆衛生の人との交流なども始まっていくわけですね。まあ、その中から、まあ、100年前、非常に大きな被害を受けるわけですけれども、かなり早い段階で休校などの措置を取った都市は、被害がそれほど大きくないということが歴史研究から分かってきます。で、まあ、それが政策に影響を与えたということもあって、まあ、それが統計的なデータをもとにモデルを作って、でそれで、未来予測をしていって、フィードバックしていくと、まあ、そういうような体制に与えた影響は大きいんだろうと思います。はい、まあ、それが一つですね。まずもう一つはですね、新興感染症がなぜ、それまでの感染症と区別されるのかということですが、そういう質問がありました。まあ、これはですね、それまでの感染症は、はい、まあ、これ新興感染症という概念が登場したのは1990年のことなんですけれども、まあ、この時期になって、まあ、やっぱり全然違うタイプの病気が増えてきたということがあるんだろうと思います。で、まあ、もちろん深刻な病気というのはそれまでもあるわけですけれども、まあ、マラリアであるとか結核であるとか、まあ、そういった病気は、まあ、人間社会と非常に長い付き合いがあるので、まあ、そんなに、問題にはなら、まあ、もちろん問題にはなるけれども、全く新しいものとして、登場してくるわけではないと。で、まあ、その一方でこの90年代になって、こういう病気があるということが認識されるようになったのは、それまでになかったような全く新しい、まあ、地域の人だけが、罹患するならそれほど問題にはならないけれども、パンデミックになると非常に大きな影響を引き起こすことが知られるようになったということがあるんだろうと思いますね。で、まあ、それが新興感染症とそれまでの感染症の非常に大きな違いです。まだ続いてますね。
一つはですね、もし現在ズームからの質問ですけど、もし現在シミュレーションが発達していなかったとしたら、スペインインフルエンザのように目に見えて感染者が分かるまで、このような都市封鎖などは行われなかったのでしょうかという質問です。これはそうだと思います。シミュレーションがなかった時代には、シミュレーションがなかったというか、シミュレーションが今ほど信頼されていなかった時代ですね。まあ、20世紀にはすでに数理モデルはあります。まあ、けれども、まあ、1950年代のインフルエンザのパンデミック、あるいは60年代のパンデミックでも、数理モデルに基づいて、封鎖とか休校とかしようという対策は全く取られていません。で、むしろ、これ私がちょっと新聞記事を調べていてちょっと面白いなと思ったのは、1958年のインフルエンザの大流行の時だったと思うんですけど、これは非常にたくさんの患者が出たので、東京などでは休校措置を取ります。で、予防的に、東京都では全ての学校の休校対策を取ったんですね。これは今の対策と非常に似てるんですけど、それに対して実は医学者集団はそれは良くないというふうに言いました。これは感染させて免疫をつけさせるのが重要であって、予防的に休校という措置は取る必要がないというふうに新聞記事で言っていて、現在の措置とは全然違うということが分かります。ですからシミュレーションという道具立てが有効かどうかということが有効かどうかを左右する条件というのは非常にたくさんあると思います。現実にマッチするかどうかというだけではなくて、相対的にですね、現在のリスクがどれだけ脅威として受け取られるかということも非常に大きな、左右する要因になっているだろうと思います。はい、他にも、もしまだあれば。はい、カタカナの人と漢字の人間とか人の使い分けはどうなってるんですかという質問で、これは単純ですが、いい質問だと思いますが、基本的にはですね、この授業では人をですね、あるいは人間をなるべくカタカナの人で見ていきたいと思います。で、カタカナの人で、表現するときは生物種としての人ですね。つまり、人がその、地球上で生きてですね、その様々な生物の中で、様々な生態系の中で、コロナウイルスという病原体と出会って、生物種としての人が、どのような影響を受けるのかと。そういった視点で考えていきたいです。で、科学技術についても実はカタカナの人をできれば使いたいというふうに思っていて、つまりですね、これは人間としての人が感染症をコントロールしているというよりも、この今のような状況の中で人がコントロールせざるを得ないような状況になっているんですね。つまり人間が作り出した、人が作り出した環境の中で、コロナウイルスという事態と直面して、それに翻弄されて、新しい技術を作らなければいけないようになっていた。新しい数理モデルのような技術を導入しなければいけないようになっていた。そういったイメージで私は災害を捉えているので、環境史の視点から言うと、基本的には全部カタカナの人で、この問題を考えていきたいというふうに思っています。はい、基本的にはそういうふうに考えていますね。
他にもいい質問はいくつかあるんですけど、これ、うん、全部こう口で答えていくのはちょっと厳しいですけど、まあ、あの数理モデルのいい本はありますかみたいな簡単な質問もありますが、まあ、最近の状況は知りませんけど、私が理学部の学生だった時には岩佐洋さんの数理生物学の教科書などを使って勉強しましたが、まあ、その中に病気の話も多分あったんじゃないかと思います。はい、ちょっともう一つはですね、世界が完全に一つの都市になりきったとしたら新興感染症はなくなるのでしょうかと。 もしそうだとするとこれにはどれくらいの時間を要するのでしょうかという質問があります。そうではないと思いますね。一つの都市になったとしても、まあ、むしろどんどん新興感染症は増えていきます。まあ、これなぜかというと、これ野生生物との接点で、常に感染症が入ってきますから、まあ、そこで、まあ、進行感染症になっていきます。で、まあ、一つの、まあ、都市としてですね、まあ、あの一つのまとまりになればなるほど、まあ、そこであのローカルなところでピックアップされた感染症が、パンデミックになっていく可能性は高くなるので、どんどん進行感染症は増えていくはずです。で、まあ、実際にですね、まあ、これは山本太郎さんという感染症の専門家が言っていましたけれども、まあ、新型インフルエンザのような、パンデミックになる、病気が出てくるそのスパンはですね、どんどん短くなっています。前のものが2009年の新型インフルエンザですね。まあ、ですからこれは10年前に同じようなことが起こっているのであって、実は新しいことではありません。はい。で、新しい質問で、この50年でですね、あの50年前には休校に反対した人がいたのに、今では、全く逆の封鎖という、封鎖に近いようなですね、対策が取られているのはなぜでしょうかと。で、この数十年間で人の命の価値が上がったせいで、そのような対策が取られるようになったのでしょうかという質問が、ありますが、これは全くそうだと思いますね。つまり死ぬことの意味とか、死ぬことの可能性というのが、まあ、全然この50年で変わってきているので、まあ、意味が変わっているわけですね。まあ、つまり50年前だと、まあ、つまり典型的にはですね、あの乳児死亡率なんとみたいなのはこの50年でもかなり変わっているわけです。で、100年前のスペイン風邪の時には乳児死亡率というのはもうはるかに高くてですね、だからスペイン風邪も災害ではあったわけですけれども、そのインパクトというのはまあ、今とは全然意味が違うと思います。で、それは50年前と比較してもそうであって、この数理モデルに基づく非常に強い強硬策が常に特に先進国において進められているというのは、そういった理由があるんだろうと思います。以上で、はい。で、ちょっと時間を超過しているようなので、はい、じゃあ全ての質問に答えられなくてちょっと申し訳ないんですけれども、ちょっと理解を深めるような質問を中心にして、答えていきました。では次回は、自然災害と事故の複合災害としての 3.11 について見ていきたいと思います。はい、それでは今日は以上で終わります。どうもありがとうございました。